はい、今日はですね、ロボットのぞみ、いろんな世界をやるんですけれども、ここはちょっと本当に出そうな感じの廃墟の一軒家なんですけど、ちょっと同行としてトモおじさんが一緒についてます。トモおじさんはあそこにいます。トモおじさんです。どうもこんばんはです。トモさんです。超美味しいはい、ということでやっていきたいと思います。そこも一応タケちゃんもつけてね。え、そこ、どこに入ってくの？なんか入った。あ、わふふ。なんか虫いる。なんか虫いる。でっかい虫いる。でっかい虫。この。形跡がない。え、あそこなんかこの道をくぐって行きます。なんか不思議なところにたどり着きました。足。でもなんか落としてなかった？まあなんか落ちたんじゃないですか。なんか3人目の 足音しなかった？うわー、虫やん、虫いるやん。ここ人間の住むとこじゃないぜ。ここ2階行くの？2階目の道は、そこ扉ありますか？なにここ、センタロウがいるよ。スピーカーのセンタロウが。操作体としては、そうだね、開けないと。あ、ちょっと待って。一回ビデオを。これは、ちょっと開けてもらっていいかな。おぉ。なんかもうジブリの世界だぜ。お花が、なんでここにお花が咲いてんの？トイレに。じゃあ、ここは、ここしかここしかないな。上に行きたいと思います。うお。
それ何ここ。結構上に登っていって足首つかんでるんだから。うわーガチや。天井やばいね、ここ。ここやばい。ここやばいね。これやばいね。ちょっと電気つけて。見渡せますか、皆さん。天井が、なんか、天井裏から落としない？今落としたよね？なんかしたよね？まあ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 。なんか踏んだ。来ていた形跡は、いや形跡ないなこれ。だってもうさこのこれあれでしょ、これインテリアじゃないでしょこれ。これインテリアやん。これインテリアやん。紛らわしいな。めっちゃ、インテリアじゃん、これ。めっちゃ紛らわしいな、この。めっちゃこだわってるな、このインテリア。ここは？どれがインテリアで、どれがインテリアじゃないかわかんなかった。これガチだよね。いや、ここ何ここ。奇跡の泉ですかね。まあそうだね、勇者の泉ではないよな。誰か骨とか出てくるんじゃないの。もうさ、このさ、見てこのよくわかんないさ、何か。もうカレーじゃないよこれ。もうどういう。なんかこっちにもまだ続いてるよ。言いたくないの。いやいや、絶対それ。いや、こっち見て。こっち何ここ。キッチンだね。おおおお、びっくりした。あ、ここは？風呂？バラしきもの。いやー、こわー、なんか落ちてきたー。落ちてきたー。なんかパッと、なんかこう、なんかやらないといけないのかな。これどうやってますか？本当だ。半分ぐらいの形がなくなる。何ですかね、これ。
よくわかんないもん。お米入ってます。え、お米入ってます。いや、そんなお腹空いたみたいな、なんか発見し、なんかしたみたいに言わないでよ。めっちゃ調味料入ってる。うわ、なんか飲んだと思ったらガラスだった。はい、じゃあだけじゃん。はい、ということでね、僕たちはこのね、廃墟の霊が出るっていう噂のところに来てるんですけれども、まあ今のところは出てないよね。でもこの動画にもしかしたら残ってるかもしれないので、皆さん探してみてください。皆さんには見えるかもしれません。じゃあそれではまたロボットのぞみの次のいろんな角度の世界へで会いましょう。協力は友おじさんでした。お疲れ様でした。友おじさんもう光で反射しても何も見えないよ、顔超眩しいもん。声から、声しか映ってない。声と体しか映ってない友おじさん。いやー怖かったねー。